パディ・キーナンはアイルランドのイリアン・パイプス奏者、ボッシーバンドの創設メンバーとして最初に名を成した。1970年代後半のバンド解散以降、キーナンはたくさんのソロや共演のレコーディングをリリースしており、独奏者としてあるいは歌手、ギター奏者のトミー・オサリバンと共にツアーを継続している。パディ・キーナンは1950年、ミーズ・ケントリムで ジョン・キーナンを捨て生活スタイルを変えているが、彼は青春期の多くを差別と戦って過ごした。彼の父と祖父は共にイリアン・パイプス奏者であり、父・ジョンはイリアン・パイプス奏者、ジョニー・ドランと何度も共演している。パディは6歳頃に、兄、ジョニー・キーナンやデビー・スピラーンを含む近所の子供たちと共にパディを指導した。この時期の間、キーナンの一家は事実上、 いつもセッションをしていた。14歳の時、パディはダブリンのゲーティ劇場で初めて本格的なコンサートに参加し、続く数年間は父の参加するバンドザ・パビーズを含むたくさんのミュージシャンとツアーを行った。17歳の時、父の家庭での厳しさから逃れようとした、パディはイングランドに渡り、続く4年間の大半をロンドン周辺でバスキングしてギターを弾きながら、 ブルースやロックの歌を歌って過ごした。彼は、イリアン・パイプスを売るか捨てるかに近い状態を何度も繰り返した末に、イリアン・パイプスでバスキングする方が、ギターでのそれよりも、はるかに有利であることに1971年に気づいて、イリアン・パイプスの演奏を再開した。ダブリンに戻ったキーナンは、アイルランド各地のホーククラブをはじめとした、様々な場所で、 定期的に兄弟や父と演奏していた。1975年に彼はゲール語で7人の人々を意味する単語のバンド、シッチッターのメンバーとなった。このバンドがボシーバンドの始まりであり、キーナンは始まりから1979年の解散まで中心となった。キーナンは最初のソロアルバムを1975年に発表し、1978年にフィドル奏者、 ハディ・グラッキンと共にアルバムダブリンをリリースした。続いて、1983年に2枚目のソロアルバム EN パートアンファイアベアをゲールリンレコードでレコーディングした。1980年代初めにムービングハーツへの参加機会を断って、以来、キーナンの音楽キャリアは止まってしまった。しかしながら、1990年代に彼は来た。 アメリカに活動拠点を移してその音楽的才能を再発見し、1997年に3枚目のソロアルバム NAK がフェアを発表した。このアルバムはカナダニューファンドランドのマチセント・ジョーンズにあるデディーン、スタジオで録音しており、現地ニューファンドランドのミュージシャンに加えて、フィドルのトミー・ピープルズ、ギターのアーティ・マク・グリーンやトミー・オサリバンといったミュージシャンがサポートに入っている。 これは現在に続くロンドン生まれでケリー県を拠点に活動するギター奏者トミー・オサリバンとの音楽関係につながった。二人は2001年にアルバムザ・ロング・グレイジング・アクレを発表し、そのアルバムを掲げてツアーを行った。彼らのそれぞれのウェブサイトによるとキーナンとオサリバンは2001年から共演を定期的に継続し実行している。 2008年に制作されたドキュメンタリー EN ダンベザマリプロジェクトはパディがリアム・オメンリーの出演者たちとの交流による異文化音楽冒険を描いている。日本にも何度か来日しており、2015年にはフィドル奏者フランキー・ヤビン及びギター奏者シロタ・ジュンジと共に結成したグループエール・ジャパンとして各地で公演を行っている。 パディは10歳頃にイリアン・パイプスへの興味や才能を示して一種表示し、それを見たパディの父・ジョン・キーナンはジョン・クラークス制作のイリアン・パイプスのフルセットをパディに与えた。6年後の1966年に父・ジョンはクローリー・ファミリー制作のフルセットを勘与え、パディは2000年までその楽器で演奏した。2000年頃、キーナンはイングランド・グリムズビー在住の制作家。 デイブ・ウィリアムズからフルセットを受け取った。このセットは以前のクローリーのコピーであり、現在キーナンが主に使用している楽器である。ありがとうございます。